さて、このクエストのバトルはバトルの途中で一時離脱することもできます。わー、来たぞー。アワタのサーバントを編成してイーオルガマリーと戦う。よし、ということでとりあえず行きますが、いやー長かった。パーティーを組むだけで何分だ、13分かかってる。で、マスターレースはなんか違うやつでもいいらしいけど、まあまあいいか。というので行きましょう。レッツゴー。決定。あー長えな、長い対決だった。13分ぐらいこれだけで撮ってるんだけど、普通に別の動画で撮っといた方が良かったな。まあいいか。というので、仕方ありません。さあポイズンハート。あーやっぱりあれだな、1体残ってる感じか。攻撃力アップに NP チャージを持ってきてるっていう感じだね。ここに関してとりあえず優位小説でぶん殴ればどうにかなるので、優位小説でぶん殴ります。ん、違う、優位小説でバフってぶん殴ります。3ターンでポン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 行かないといけないから、基本全体防具でなぎ払っていくっていうのが大事になってくると思うんだけど、はい、まあ20万ぐらいは軽いですよ。バーサーカー程度の相手ね、本当に食らわないから。わあ、重力の嵐でなんかダメージ食らってってるなこれ。で、ポイズンバイト、はい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 、なんか嘌なことしてくんね。で、うわー、シテンちゃんのコマンドが一切ない。それはそれでちょっとつらいな。どうしようかな。まあやられるっていうことはないんで別にいいんだけど、5個、 NP20% 増やして CT 加速。まあただ NP20% は正直使わないので、ここはマイティチェインしてシュテンちゃんの宝具を貯めたいな。まあって言ってもあれなんだよな、ここでバフったところで特に何もない、フリー力アップしかつかないから、ちょっとそこが怖いけど。お、いい火力出てるね。押し出しで40個いってる。クリティカルで次行ってくれたらワンチャンあるんじゃね。シュテンちゃんのコマンドあると思うし、まあまあまあ、けど悪くはないか。魅了して、あ、防御力ダウン入れといて、クリティカルで飛ばせるっていうことを祈りましょう。レッツゴー。うわー、ダメだった、一体残っちゃったな。まあ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 、あ、けど真ん中倒したからチケットはもらえてるね。で、ここダメージ食らうけど、多分、あ、終わりだ。あ、ちょっと待って、10体もいるの？めちゃくちゃいるやん。あー、けどこれあれだね、ポン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 倒さなくていいっていう感じだから、ちゃんと真ん中のやつさえ処理できればなんとかなるってこと考えると、まあまあまだ悪くないね。え、大杖のアップしてくれた、ありがとう。普通にこれは嬉しいよ。で、まあ一応打っておいて、ここだけは打っといていいかな。まあ、ここら辺追加バフ入れる必要は初めないと思うので、まあ、普通に宝具でぶっ飛ばしていきます。まあ2トールとはね、一応宝具連発するという前提でトツカレスコ持ってきてたけど、この感じだったらもしかしたらいらなかったかもしれないな。まあ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 、けど30万いい火力、追加でクリティカルでぶん殴ってもらって、まあ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 いいでしょう。残りが10体ぐらいからスタートしてると思うから、全部ぶっ飛ばすっていうことは基本できないのかな。痛いよ、パラケルススばっか攻撃しないでね。そう、そっち攻撃してね、ありがとう。ああ、まあ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 、ちょっと強いやつが出てきたな。まあちょっと強いやつ出てきたとしても、特になんかあるというわけではないからな。あ、パラケルススの宝具わざわざ打たんでよかったか。なんとなく打とうって思って打ってたけど、まあ押し上がってなんか上がるんだったらいい。まあ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 、今のところはサクサクです。あ、そうだ、押し上げると宝具火力上がるんだ。まあって言ってもさっき10万ぐらい出てたから多分飛ばせると思う。まあとりあえず飛ばした、いい感じですね。で、次11万ぐらいのやつが微妙に残ってるけど、まあこちとらちゃんといろいろ残してきているので飛ばしましょう。10万の敵はそんなに怖くない。あと砲撃力アップがやっぱシンプルにこの子便利だね。
二刀ルタがこういうところで活躍してくれるとちょっと嬉しい。はい、で、ぶっ飛ばして、まあ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 、お、いい感じ、いい感じ。最後2万3000のさかなクンだけ残っちゃったな。まあいいか。で、次が？あー、はい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 。チーサーペント、1体だけね。単品だけなんだけど、HP 回復か。どうしよっかな。まあ、とりあえずちょっとコマンド的に、マイティチェインができるんで、ここは素直にちょっと殴ってあげよう。クリティカル運用できるんで、無敵だけ打っておいて、第2はスター獲得持ってるんだよな。スター獲得はちょっと使いたくないから、こっちでいこう。さあ、セタンタどれぐらい削ってくれるんだい。いや、宝具の方ちょっと優先した方が良かったかな。まあ、けど通常攻撃でどうにかなるやろ。攻撃しろ、攻撃。ローランに攻撃しろ。ローランに攻撃しなさい。攻撃しないか。うわ、しかもコマンド運がそこまでよろしくないな。どうにか運が良かったら良かったんだけど。まあ、とりあえずこれでスター集中上げてクリティカル運用できるようにしといて。これね、あ、どうだ。え、てか体力めっちゃ回復してない？え、これもしかして全回復？そんな気がしないか。62万でしょ。え？まあまあまあ、ここはこれでいい。うわ、10万回復だったんだ。マジか。まあ、これでよかろうよ。やっといて。ちょっとこれ見てみようか。さっき NP チャージでしょ？これが通常攻撃時に強化解除、クリー力アップ、いらんな。単色バフ。ああ、3ターンの間、味方単体のやつ 15% アップずつか。強いな。防御無視、無敵貫通、防御力 20%、強い。単体のヒット数アップ、攻撃力アップ。こん中だと、これクリティカルだもんな。で、スター進めるだけだもんな。だったらこれかな。2枚目を、どうしよっかな。まあ、ローランかな。いや、ローランじゃなくてもよかった気がする。けど、まあ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 、別にいい。クリー力アップは伊織くんの方が高いから、確認しよう。OC 上げることによって、スター獲得の方が強化される。じゃあ、ローランか？ローランやな。こっちやな。行こう。これで飛ばせるかな。一応両方とも宝具レベルが高いキャラクターを持ってきてるし、いい火力は出てくれると思うんだけど。うわ、全然や。全然やな。うわー、これバッファー持ってきとけばよかったな。もうちょっと。あと、宝具を打つ前提のやつだから、ここちょっとやらかした。てか、捨て試合みたいな感じで、一個捨てといていいかもしれないな。あれ？ちょっと待って、けど残り3ターンってなってる。あ、これ特殊バトルだからあれか。ちょっと長いのか。あと何ターンかあんのか。あー、いや、じゃあ逆にこれはいい。逆にそれはそれでいい。ローランの宝具回していきたいから、これでいこう。全然見てなかった、残りのターン数。うわ、クリティカルしてくれ、クリティカル。クリティカルして、ぶん殴っていかないと、ちょっとこれ厳しいんだけど。痛いなぁ、痛いなぁ。よし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 、とりあえず耐えた。え、けどさ、次のターン終わりだよな。わ、これ、ちょっと待って、これ普通にさ、このターンさ、俺、間違えて攻略してるからさ。うわぁ、これやらかしたなぁ。もうちょっとクリティカル強いキャラクターとか、うまいこと合わせてあげたら、倒せたね。まあまあ初見ということで仕方がないが、ただ通常攻撃でこれやられる可能性が十分にあるんだ。あ、これ終わったんじゃね。あー、で、これ現在のバトルをリトライって押すと、おー、戻るんだー。すごいすごい、すごいのかな、すごいのかどうか置いといて。わー、すげえ、融通が効くようになってる。すげえ、攻略しやすいね、これ。めちゃくちゃ。なんか、コマンドもさっきと一緒じゃねえか。
まあ、気のせいということにしとくか。で、まあ、とりあえず、まあ、宝具を回していかないとダメっていうことを気づいたんで、宝具回していきましょう。で、10万ダメージ与えないと、結局 HP 回復されてしまうっていうのになっちゃうから、これだった場合、結局あんまりっていう感じだよな。まあ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 。うん。意味ねえな。意味がねえな。ん、どうしようかな、これ。コマンド的に初手にセタンタのコマンドがいっぱい来てしまうのもちょっと嫌なんだよな。これ、リトライって、あ、ここからリトライもできるんだ。え、けど、ここでリトライしたらさ、もしかしてコマンドが一緒なんかな？さっきセタンタのコマンド来てたけど。はい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 。あ、今もう完全的に遊びでやってます。あー、コマンド一緒だってことはあれなんだ。もう完全的に、もう初手でコマンドは決まっちゃってるんだね。なるほどな。じゃあ、もう1ターン目はちょっとお茶濁しとして、これで宝具ちょっと回転させていきましょう。で、ローランに攻撃が行く分にはいいんだけど、お、OK、ローランにここまで行ってくれるんだったら神だね。で、星出し、よかろうよしといて、追加攻撃やる必要もないな。第2スキルの無敵に関しても NP チャージだけなので、ここでいきましょう。マイティチェイン73万削れるかな。てか体力がさ、毎回毎回10万ずつ回復していくのずるないか。こっちの宝具打って15万でしょ。でクリティカル込みで多分20万ぐらい火力が出てると思うんだけど、これが次また10万回復するんか。うわー、ここ素直に全部 NP50% 霊装とか持ってきた方が良かったなーって感じはするよね。ちょっと足りないんだよなー。で、俺こうして、こうして、この第一スキルが確か、あれだったよな。NP20% だよな、単体。使っていきましょう。もう使えるときにちゃんと使っていくっていうのが一番大事。これ込みでの攻略って感じがするからな。で、ここにいい火力出てくれると思う。いい火力や。11万。悪くない。で、よしよしよし、6万削ってる。6万削ってるのはでかいぞ。やけど、これまたあれだよな。真ん中。オッケーオッケーオッケー。ローランに攻撃が行くのいい。もう一回ローランに攻撃が行ってほしい。いかんか。46万。もう、回復つらー、これ。あ、けどこれ、そうか。これ、5個消費で宝具ガンガン打てるんだったら、めちゃくちゃ便利かもしれないな。あー、けどこれ。これ、あれだなー。なんか、使わないときは使わないで、調整した方がいいね。ガチで。なんか、無理に、こいつを倒そうって考えるよりも、ここのウェーブは耐久のウェーブだみたいな感じで考えて戦った方が、正直戦いやすい気がする。で、まあ、このターンも正直ね、もう特に何もすることがないんで、で、タンタ君の宝具が打てればワンチャンあったかなとか思ったけど、まあそれ込みでもちょっときつかったな今回は。仕方がない。まあここは2回ちょっと10個分のチケット使っちゃったけど、まあ仕方がない、割り切りましょう。ここは耐えで、耐えでいきましょう。まあ、通常攻撃食らってもクリティカルしない限り耐えれる。でこれ耐えたらあれだよな。わお、終了だよな。あー、なるほどな。はい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 。お！ 6×3。こうシステムしたらいい感じやないかっていうやつやけど。防御無視、マイターン、なんかターゲット集中もいろいろ入ったな。どうしよっかな。まあ、とりあえず、ドレインしといて、アーツ上げて、ガオーをしといて、防御威力も上げて、ここは一回パーシバルの攻撃入れとくか。3ターンだもんな。あ、ちょっと待って。
一体めちゃくちゃ火力が出しやすいというか、高いやつだ俺は。んーならば、お、多分40万はね倒せないんですよ。防具をちゃんと打たないといけないんで、そこ考慮するといけるかな。 60%、 まあ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 、75、おーれれれれれ、あそうか、ターゲット集中されてるからそっちに行ってしまうのか。うーん、2万3000の敵ちょっと倒しておきたい感じはあるな。倒したいよね。うーん、まあクリティカルできるから、ここはこういう感じでいこう。うえっうえって泣いちゃった。まあ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 、けどこれで倒せるのがまあ一番いい。で次のターンラムナの攻撃で、あ、30万の敵倒せねえな。やっぱ黒聖杯とかがないとシステム軸ではちょっと足りんね。うわー、パーシバルの宝具ここで撃てたらめちゃくちゃ神だったんだけどな。撃つか、いや撃ってもいいな正直。撃って、こっちが確か OC 上げると、宝具威力アップ持ってるからこれでいこう。いやどうだろう、倒せるかな。やべえマジで、基本システムとかバフある前提での動きしてるからさ、バフがない時の火力っていうのが全くもって想像できないんだよな。なんか微妙に足りてないけど5万ぐらいしか火力与えられてないね。まあそう考えると打たないでよかったかもな。HP 回復入れてるからなんとかなるけど。わあ、16万だったなー。真ん中集中狙いのクリティカルうまいこと活かしながら全体防具が強かったな、そう考えると。まあ23個まで補填できてるから、まあまあよし。なんか、これぶっちゃけ火のオルガマリーと比べると、めちゃくちゃ簡単な気がするんだけど、どうなんだろう。最終ウェーブが一番むずいんかな。ヤドカリ。ヤドカリさんもちょっとあれか？うわ、なんか防御力アップとかついてない？結構。鬱陶しいな。防御力アップついてるのはね、あんまりやらないでほしいんですよねって思うんだけど。こちら。テスラホイールしておいて、これどうしよう、全体防具にしとくべきか？単ターンしか結局ないんだったら、そうだな。単体化しない。NP チャージ。GT 加速。8万4000をぶっ飛ばせる気があんまりしないんだよな。活目せよ。8万5000。テスラさんな、サーバント特攻だから、特攻乗っていない時って火力出ないんだよね。ターン入ったから飛ばしてないね。で、ここで、ちょっと宝具を貯めたい。うわー、やられんかー。やられて欲しかったんやけどなー、ここ。やられないのはちょっと予想外だわよ。まあ、ただしかし、次のターン、多分バーゲストで宝具打てるから、ここはこうかなー。おー、いい火力。ここで宝具打って、どれぐらい行ってくれるからかなー。まあ、バーゲストの方ちょっと優先して宝具打ってるから、ここで 40% 溜まるか。あれれれれ、 2% が溜まらない。しかも爪鳴らしばっかで攻撃をしない。ありがとう。よし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 、これしてくれたのでかかったな。してくれないとちょっと事故ってた可能性十分にあるしな。で、この2人は倒せるから、これでワンチャンなんかうまいこと言ったらラッキー。4万2000どうだろう、飛ばせるかな。単体化してないからなんとかなるはず。いいなこの宝具。この宝具見るたびにおもろいなって思うよな。はい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 、まあ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 、これはねしゃあないけど、コイン35枚集めることできてるから、めちゃくちゃいい。ジェノビアさんの宝具、あと1回打てたら、ワンチャンあったなぁ。え？
なんかようわからん像出てきてるけど、わーお、なんかあいつ倒したらめちゃくちゃ美味しそうだよな。正直黒聖杯とかあるの前提感やばいな。はい、うわー、これ HP 回復入ってくんのかな。おい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 、おい、確率で無敵はずるいって。そんなーと言うとでも思ったか。残念だったな。私はちゃんとそれの対策をしてきているのだよ。で、それは置いといて、こいつは5ターンで攻略か。どうしよっかな。まあここら辺はまだ打たないでいいか。まあ、とりあえず、対抗棒がちょっとね、完全バッファー要因として連れてきてるんで、まあまあまあって感じなんだけど、とりあえず火傷特攻でぶん殴っていくしかないよな。まあけどスタンしてしまうのか。まあけど20万出てる、いいね。あはは、無敵 40% 悪くない。で次のターンコマンドがうーむー、どこまで。あーけどこれは4でいいな。やべ、対抗棒星めっちゃ吸ってやがれ。アベンジャーだからって言って吸うんじゃない本当に。63、まあまあまあ悪くない悪くない。あー、これで対抗棒逆にもう落ちてくれるまでが嬉しいんだけどな。よし、宝具溜まった、完璧。調整うまいと勝手に言っておこう。全然うまくないけどな。これ多分ね、これでいけるんじゃないかな。あ、確率無敵刺さりすぎ。うわー、これバスター宝具で無敵貫通つけて殴った方が良かったな。もったいないことしちゃった。ただ39万、完璧。さすがイドモン、こういうところで使えるとはえぐいね。陰ながら頑張って支えてくれております。はい、第7バトル15体だけどいないな。あはーん、いないねー、いないのか。まあとりあえずじゃあどうしようかな。まあ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 、あんた、あ、5ターンだぞこれ。 5ターンか。じゃあどうしようかな。多分真ん中は倒せないからマイティチェーンでどうにかする。で NP の OC アップ無理やりやってるからどうにかなるんじゃないかな。やばいよ、画面が重くなってるよ。重い。お、調整完璧やん。でここでねクリティカルしたら熱い、完璧。ダメージ食らってほしいんだよな。ついでにちょっと待って、6体いる判定だけど5体しか出てこないのずるいぞマジで。相手なんて野郎だ。どうしようかな。まあ、とりあえず嫁ネロでバフってぶん殴るか。攻撃力アップはいらない気がするな。ここあえて入れずにこっちでいこう。アーツ2枚で倒せるんじゃないかな。無理かな、さすがに。どうだろう、多分宝具で6万ぐらいは出てくれると思うんで、クリティカル込みだったら飛ぶと思うんだけどな。あー、画面が重い。あ、飛ばしちゃったー、倒しちゃったぜ。オーマイガー、スキル封印されちゃったー。え、こいつらもしかして倒したらスキル封印とかついてるの。うわー、なんかそういう系ね。嫌な子だねー本当に。敵全体の資料をスタン。お、弱体工場あるよ。まあこうかな。あ、けど敵10万2体だったぞ。治療特性付与して、あ、そうか、第2スキルで治療特攻ってないと火力ちょっと低く。あ、うわー、これうまいこと調整したら飛ばせたな。まあまあまあええか。
やけどこれで攻撃力アップ系がなくなっちゃったな。お？でっかいやつ来たな急に。まあ一応このために第3スキル残しといたんですけど、マイティチェインで殴れるかいけるか。攻撃力アップ無理やりつけてるからどうにかなるかもしれないけど、どうだろうな。違う、マジ宝具、あの後ろの嵐の演出とかいろいろ込みでさ、あれ連続で戦ってるからさ、めちゃくちゃ重くなってる背景が。ああ固まってるぜ。もう iPhone 12じゃダメなのか、ダメなのか12じゃ。 iPhone 15欲しいな。わら。あーそうか、ここさ、これどうしようかな。全部残ってるんだよね。これ第3何？わーなんかすげえめっちゃいいやつだ。これ5個消費してさ、スター獲得入れて、うわー1回いいずっと使えるってわけじゃないのね。はい、見ておりませんでした、ずいずい。どうしようかな。まあとりあえずマイティチェインで16万の敵倒せたらいいな。倒せたらめちゃくちゃラッキー。ああダメだった、攻撃力ダウン入ってなかったら飛ばしてたな。おい俺じゃあ5個を損しただけやないか。入ってった。次今何バトル目、8バトル目、9バトル目、どれぐらいだったっけ。8か。あーなんかいるなあ。ガッツ6回いっか。おーなかなかやるねえ。そんな嫌がらせを覚えているとはなあ。多分これ飛ばせないんだよなあ。飛ばせないからこうしとくかな。とりあえず持続性特区は入っててもね、20万はねバフがあったとしても飛ばせないんだよね。しかも持続性特区入ってねえ、これ入ってねえな。ってことはガッツで残ってやがるけど、まあまあまあこれは宝具連発のことを優先したいからこれでいい。で妖精の破産どうなるかだな。いいよいいよ、ここ宝具打ちたいな。宝具打ってどうにかしたいな。うわガッツがずっと残ってやがる、鬱陶しい。よっと、はい追加バフ追加バフ、 NP 回収率も上げて。これどれぐらいなんだろうな。もうこいつのガッツがあれなんだよね、1回だよね。いや1回だけど、こうするべきでしょう。雑魚的処理してとりあえず6回、6回って書いてたからどうなんだろうな。結構弱い。うわ1ガッツか。うわ1ガッツか。だったらちょっともったいないことしたな。まあ、これ以降ずっと1回ずつぶん殴っていけば大丈夫っていうことが判明したからどうにかなる。おオッケー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 。まあまあまだ悪くない、まだ悪くないまだ悪くない。押し出しのことを考えるとあれだな、百望打った、いやどっちだこれ。宝具打って、まあこうかな。まあとりあえず7万9000のやつガッツで残っちゃうんだけど、確実に削っていくのは真ん中で、宝具はねこれだけでめちゃくちゃ溜まってくれるからなんとかなる。はい砲撃1回、ここでも NP が溜まる。よし OK。 さあまた宝具が打てるようになってきてくれてるからここは大丈夫。もう嵐の公開者いてんだよな、これ攻撃力上げられると。あーで、あと何回分だ？怖いな。痛いな。あ危ねえ、そっちに行くならいい。あと3ターンでしょ？で、君のガッツはあと1回。君のガッツあと1回か。だったら、いや、ザバーニーヤだな、とりあえず。あ
こうでしょう。とりあえずこれで1回ガッツ消費で、真ん中のやつが残ってしまうか、奥かどっかが残っちゃうけど、なんとかなる。いいねー、マジ妖精のハサン。敵が6体来た瞬間にすごい生き生きしだすの、ちょっとおもろいな。はい、 NP 回収。これでガッツをとりあえずある程度処理できてるからどうにかなるけど、100号のハサンに、違うわ、妖精のハサンに攻撃がいってしまうと事故る。ただあんまり攻撃がいってほしくないという願い。ああ、あぶねえ。ああ、はいはい、危なーい。危ないかこれ。え、これまずくないか。うわー、けどブレイクのやつはどうにかできるんだよな。え、けどこれ残りあともう一回出てくるんだよな、ポンポンポンって。全力です。そうかよ。え、これどうだろう、入れるかな。開始。これ100棒じゃねえよ、もう100棒って間違えていった。ここをさ、宝具って体力ゼロになるんだよね、なっちゃうんだよね。さて、これ耐えれるかな、通常攻撃で。耐えれたらワンチャンある。痛い。旋回、ずっと旋回して、ずっと旋回して、痛い。あ、危なかった。ギリギリセーフ。危ねえ。ナイス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 。これ耐久キャラクター1点持ってこないとちょっと辛いな。普通に難易度高え。で、うわー、君かー。耐久キャラ1体持ってきておいてよかったー。何や、何をやった。攻撃を受けた時最大 HP を増やす。こんなことしないでくれたまえ。うん、これ魅力食らう。食らうんだ。あ、食らうんだったらしょうがないな。食らうん、食らうんだもんな。なあ、どうなるこれ。うわー、うわー、うわー、すっごいすごいなー。これこれ、え、これさ、あと1回か。あと1回はいねえ。まあけどこれこうするしかないもんな。実質170万か。まあ頑張ればいけそうだけど、頑張れば。おい、全体系ね君。ああ、全体系か。ターンしたな。一ターンか。ターン一ターンねー。HP 回復系持ってきといてよかった。これ女性特攻食らうかな。あ、違う、男性特攻食らうかな。なんかこいつ、俺の記憶が正しければ男性特攻入った気がするんだけどな。気のせいかな。あんま変わんない気するわ。気する。あ、それ26万出てるんだよな。いい火力だ。すげえ、画面がもうカクつきにカクついてカクカクしてやがる。で、ここ多分、おう。これどうだろう。相手、超痛い攻撃やってくると思うんだけど、耐えれるかな。全体攻撃なんだよね、あれ。まあ仮にこれでちょっと耐えられなかったら、マリー・アントワネットの無敵のタイミングをずらせばいいだけだから、どうにかなるんだけど。とりあえず星出しを少しでもして削っていくしかない。72個、いいよ。五石竜 NP が消えたぜ。あー、一ターンだよな。一ターンだったら多分耐えるんだよな。
やーこれまあ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 仕方がないか。まあ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 いいでしょう。多分ここで回復600、あやばいここで1234、うわー無敵タイミングだったか。はい、まあ無敵のタイミングですねこれは。ていうかマジずーっと戦ってるからだんだんと FGO が重うなってきてる。えぐい。てかマジでここでさリトライをさこんなポン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 できるようになったのめちゃくちゃいいね。なんか基本さこういうのってできないイメージがあるのにさ、やっとできるようになってくれたのはありがたいかも。で土石流がいろいろ来るからそこまでにある程度準備をしておかないといけないのよね。まあ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 これで OK。 1回2回3回でしょ、まあ、3回食らうのは別にいい。で HP 回復 HP 回復で、ここでスイーパークールダウン最大 HP アップで魅了が入るかどうかガチャなんだよな。魅了入んねえかな。あ魅了入ったわ。でこれでいいかな。はいいいよ。はい1回、 HP 減少が微妙にいて、さあビルドアップで次のターン帰ってくる。3ターンだしな。魅了ノーエフェクト。はい出ました。でここ無敵撃って耐えといて、こうかな。あれ1ターン目に俺メイブの宝具かなんか貯めないといけなかったんだっけ。それとも魅了をこのタイミングで撃って耐えてたのかな。なんかところどころどういう風に戦ってたのか分かんなくなってきたな。まあいいか。で35万、いい火力だ。やっぱ35万ドーンって火力出てくれるメイブの火力って高いよな。って考えるとワンチャン惜しいあれだったな。39万こっちも出てるの？いい火力だ。あれ？なんか攻撃、相手攻撃してこなかったけどなんでや。男性特攻でしょ？あ、違うわ。このターン、あれだ。スタンするから、メイブの宝具打ってどうのこうのでよかったじゃーんって言ってたんやん。完全的に忘れてるわ。もう、アホか？俺。アホやな。まあ、けどマリーの無敵一応、荒れてるから、どうにかなるやろう。この攻撃さえ受け切ればどうにかなるしな。じゃあ、ここはもう、ちゃっちゃちゃっちゃちょっと食らって、次行きますか。考えると今回の難易度さ、なんかちゃんと耐久に振ってさ、耐えて耐えて耐えてさえすればさ、なんか誰でも攻略できる感じするよね。え、もしかしてブチ切れてなんかやってくるとかある？多分ないと思うんだけど。あと一旦無敵シンプルに強いね、こんだけ連続してくるんだったら。さあラストです。長いぞ。もう動画としてはね、何分だ、51分撮っております。わーお、いいね。霊長異分隊アクアマリー登場。見どころのある戦いだ。神に歯向かう資格があると認めてやる。さあ火の私を倒した力のほど見せてもらおうか。ほう、なるほどね。さあ、1ターン目は特になし。アクアエーテル攻撃時に付与。最大 HP を増やすアクアテールの効果量が多いほどアップ。じゃあ、相手に攻撃をさせちゃいけないって感じか。で、まあ、とりあえず、まあ、とりあえずやるべきことはめちゃくちゃ単純明快で、1ターン目は、これでぶん殴りたいよな。
アーツ性のアップ入れてあげたい感あるけど、多分ね、黒聖杯で17万程度だったらね、いらないんでね、これでいく。まあ、OCA 上げる必要もないじゃないか。まあ、けど、まあ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 、いいでしょう。いや、というか、OCA 上げるの、普通にプーリンでよかった。スター獲得の方をメインで見てあげたら、普通に次のターン、クリ運用もできたんだけどな。これなるただ通常攻撃がでアクアエーテル付与して最大 HP が上がっていくと、それはそれで大変だから嫌なんだよな。さて、いつの間に、おお、なるほど。 NP 減少なんかいろいろアップ、おお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 おああ、警戒してたけど警戒できてなかったか。いやー、なんかやってくるだろうとは思ってたけどさ。あー、マジかよ。なるほどね。クイックアーツの攻撃をいずれか受けたとき、受けた数に、受けた攻撃に応じたアクアエーテルへ変化する。どういうことや。んー、どういうことや。まあ、けどとりあえずこれちょっと NP 加速させとくか。で、殴ろう。HP 回復、防御力、HP 回復。なるほどね。だから、天意無法、バスター、アクアエーテルいっぱい！いっぱいだね。4万回復。なるほど。で、このやつを使っておくと3回の3ターン通常攻撃時に単体の強化を1つ解除。なるほどね。まあこうかな。とりあえずとりあえずこうかな。通常攻撃って言ってたから宝具の時は変わんねえか。これブレイクするたびに延々とブチ切れてブチ切れてブチ切れてやってきたら本当に俺切れるからな。52、まあまあまあ、防御力上がってってる。バブルフラッシュ NP 獲得量想定変動。あー、やっぱそうかー。もうここまで行くとね、高難易度ではないのですよ。読みだな。読みだな、やっぱり。ってことは、はい。相手がブレイクするたびに、相手が宝具絶対毎回毎回打ってくるっていうのが判明したので、殴っていこう。一旦目はレディアワロンだな。で、アルトリアの宝具もちゃんと貯めないとな。で、スター獲得と NP チャージャー、あれは優先的に打ってもいいな。はい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 、いいですよ。で、はい、全体無敵。ここら辺はもう安定して打っていい。打ち毒でアーツも上げておいて、1ターンのやつは大丈夫で、ここを CT 加速をアルトリアに打っときます。これによってアルトリアがいい感じに防具回る。で、次のターンにアルトリアに宝具加速、アルトリアの宝具打っていいかな。アルトリアの宝具を打った上でうまいことをあれだな、エリセでぶん殴りたいな。黒聖杯使ってるからアーツでぶん殴るだけで結構ぶっ飛ばせるし、20万とか20数万ぐらいだったら余裕で飛ばせるね。で、クリティカルできるようになったんで、ここもよく 100% 溜まった。大丈夫。いつの間にNP 減少入ってたっけ？俺そこだけちゃんと見てなかったんだよな。ここからが本番だ。本番で、まあいろいろやってくるでしょ？レイジングウェーブ。うわ、NP100% 減少入ってるな、やっぱり。入ってたかー。海抜が12か。あー、まあ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 、別にいいか。で、このターンは、こうして、宝具貯めていく。
結局エリセの宝具さえ貯まればどうにかなるから、エリセの宝具を貯めていきたいな。またなんかいろいろやってきたな。痛いな。あ、いや通常攻撃自体はそこまで痛くない。通常攻撃自体はそこまで痛くないな。 NP 回収で、ここは NP 回収率のことを考えるとどう、いや15万程度だったら正直ぶっ飛ばせるから NP 回収こっちかな。あーで、どうせ NP 減少入ってくんのか、だったら何でもいいな。まあこっちにしよっか。もしかしたらまたなんか意味わからんことやってくるかもしれん。なんか偶然的に NP 減少はなくなるとかいうことになるかもしれん。多分ならんと思うけど。はい、これアーツバフが残っている状態で、うわ、なんぼのダメージ出たか。あれだ、ローディングが遅くて出んかった。オーバーキルしてるから18万以上は出てるっていうことだと思うんだけど、これ NP20% をさ、ガン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 回して CT 加速させていくのめちゃくちゃ大事かもしれないね。はい、防御力アップ等が結構強いな。36万。ダブルクラッシュ、水辺でチャージマックスで耐縮性防御してるから耐えてる。全体攻撃してくれる方がありがたいんだけどな。あれ、なんか普通にレディアバロンの宝具溜まってるわ。ラッキー。これね、10マイナスをちょっとここにつけて、防御力アップが結構、あれ、なんか思ったよりついてないな。いらんかったな。いらんかったけど、まあ、ここちょっと、ここのキャストリアだけは NP 回収、NP 加速だけしといていいので、やり得なんで、ここでとりあえず殴っていくと。でまああと通常攻撃とかどうのこうので残ってってるけど、まあまあまあ3回分消せるんだったらプラスだからいいでしょう。でもついて消してついて消してを繰り返すからあんま変わんないんだよな。あ、エクストラアタックだけ大丈夫なんか。おお、まあまあ耐えれてる耐えれてる耐えれてて、NP 帰ってきた。あ、耐縮性防御まだ余ってるから、こうして、NP を加速させて、殴る。耐縮性防御も次のターン撃てる。で、一応念のため、こっちでぶん殴る。エトセトラ、エトセトラ。32万。いけるかなこれ、火力的に。37万出せ。おい、余裕。50万ぐらい出てるね。61万出てたわ。はいはいはい。でこのままついでで NP も57いってくれたらよかったんだけど、いかんかったな。てかまあ NP 回収率めちゃくちゃダウンしてるもんな。さあ、耐粛性防御こっちあるぞ。それはやめて。おう、まあまあチャージ増加してくるよね。うん、予想はしてた。うわ、非ダメージでの NP 回収がさ、もう 1% もできないようになってるんだけど。えぐー。まあえぐいんすけど、僕はね学んだんですよ。君が毎回毎回ね、チャージ、あれ、ちょっと待って、大丈夫だよな。ここ対粛清防御で安全運転してるから大丈夫だと思うんだけど、君がね毎回毎回ね工具を打ってくるならば、こっちもそれ相応の対処はするからね。本当に対粛清防御という名の最強パワーで、しかも宝具連発できないようにさ、君 NP 獲得量ダウンとかいろいろ入れてきてるでしょ。まったくもうずるいんだから。さあ、 HP 回復とか別に強化解除、なんか強化解除どれが入った？おい、宝具封印入ったって。宝具封印解除できるやつなんかあったっけ？ないよな。弱体解除とかあった？ないよね。
ないのよね。ないのよな。ないんだよな。ないんだったら別にいいか。まあ、ここはじゃあ素直にちょっと宝具回転の方を優先して、え、これもしかしてさ、毎ターン毎ターンさ、宝具封印か何らかしらめんどくさいことやってくるパターンある？ターン終了時に一ターン後に強化を2つ解除してどうのこうのする。はい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 。で、宝具封印がどれ？わからん。何が何だかさっぱりわからん。わからんからとりあえず殴る。ブラボー。はい、じゃあとりあえずして殴っていくしかないもんな。うわ、赤エーテルでこれ覚醒力攻撃にしてるな。って考えると、これは、わ、なるほど。だからこれ、必要だったんか。あ、なるほどな。これ、弱体無効を持ってるキャラクターいないときついパターンやな。そういうことやな。対食性防御が消え、うわー、毎回宝具封印打ってくるわこれ。うわー、最後の最後でそれやってくるんだ、えぐーい。どうしようかな。まあ宝具封印されるならば、されるならで、まあ一応うまいこと対処をやろうと思えばできるんだけど、え、けどさすがに辛いか、これはさすがに辛いな。宝具が打てない、タイマ力とかで弾いてくれるっていう前提でちょっと動きたいけどな、無理かな。あとね、ん、あれ止まったな。なるほど、4個のやつが消えたタイミングであれなんだ、追加バフみたいな感じになるんだ。で、これちょっとぶん殴りたい。ここで落とせる落とせないの話ではない、ここで処理しておかないとなんか嫌な予感がする。アーツ性のアップは入っている、対粛清防御は今打っておかないと絶対死ぬって考えると、やるべきことは一つ。おお、それと1時間ぐらいこれ戦ってるんだけど、えぐいって。難易度上がってて結構いいんだけど、えぐみー。おい、どうだ、行ったか。あぶねー。おお、うめー。よっしゃー、危なかったー、なんとか勝ったー。弱体無効大事だー。はい、というので、絆が上がりましたっていうのと、おー、絆めっちゃ上がってる、美味しい。1万ぐらいもらえてんのかな。お、1万ぐらいもらえてるね。おえー、うめー。2倍キャンペーンやってたからな。良き良き良きです、これは。ありがとうございます。1万ぐらいの経験値、絆をね、ここで稼ぐことができたということで、私は嬉しいです。で、報酬は？あー、いいですね。もっとくれって言いたいけど、まあ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 、これくれるだけありがたい。いやー、マジで強かったー。というので、この攻略動画に関しては、ここで終わりとなります。はい。で、この後、多分また挑めると思うので、まあ、そこに関しては、後々配信とかでやろうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったかわかりませんが、よかったらチャンネル登録とか高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。Thank you.